鹿児島市より NHK をぶっ壊す、今日が2月の、11日、22時34分になります。はい、鹿児島市の西勝寺信也です。よろしくお願いいたします。今日はですね、先日、立花投手のツイッターでですね、このような、令和2年、立花隆と桜を見る会ということでですね、ご招待の案内という、画像の方がツイッターで、出回りまして、ちょっと一つ話題になっているんですけれども、これをですね、昨年2019年の、内閣が主催で行われました桜を見る会でいろいろと問題が、湧き上がりまして、それについて、まあ、今ですね、国会の中でも、結構な時間を割いて野党が質問したりとかしております。で、この内容が分かっていればですね、結構今回それに対して、パロディというか、皮肉った形でいろいろと内容が書いておりますので、楽しめるんではないかなと思います。で、今回はですね、注意書きのところでですね、桜を見る会では参加者全員立花隆の招待枠として参加いただけます。また講演会の方や支援者の方を招待いたします。招待客名簿や、費用内、内訳はシレッダーで意図的に破棄いたします。桜を見る会で行われたことについて改ざんや虚偽答弁はいたしませんという形でですね、書いてますので、基本的に、誰でも参加することができます。で、招待料としましては500円、注意書きとしましては、お寿司、他飲食物、宿泊施設は提供いたしませんということになっております。あ、ちなみに日付はですね、4月の11日となっております。はい、というわけでですね、これを見ても、そもそものですね、この桜を見る会という、この問題がどういう問題が起こっているのかっていうのがちょっとわからないと、このパロってるところもあまりちょっとよくわからないので、今日は、桜を見る会の問題点という形で、お話をさせていただきます。内容としましては、どういうところが問題になっているのかっていうところを、具体的にまず説明させていただいて、その最後のちょっとまとめという形でお話をさせていただきますので、この桜を見る会の内容をですね、あんまり詳しく、知らないという方、ぜひですね、この内容を、知った上でですね、来年、あ、ごめんなさい、今年の4月の11日にある、立花隆主催の、桜を見る会、新宿御苑でございますので、ぜひご参加いただければと思います。では早速、内容の方をやっていきたいと思います。はい、まずですね、今回の桜を見る会の問題点、大きく4つございます。まず1つ目、こちらはですね、税金の私物化をしているんではないかというものです。はい、で2番目はですね、参加者、支出額の増加、これが、問題視されています。でもう一つ、3番目、招待者名簿と公文書の管理、これがずさんだということ、これが3番目ですね。で4番目、反社との関係、これが、噂というかですね、公に出ております。はい、ではまず一つ、詳しく説明していきます。まず1番目のですね、税金を私物化しているんじゃないかということです。まずですね、この桜を見る会っていうのの趣旨がですね、各界の功労功績のあった方々を慰労するという形で、内閣総理大臣が主催でこういう、各界、財政界だったりとか文化会っていうんですかね、各界の功績があった方、功労とか功績があった方をもてなすという、そういう会なんです。そういう趣旨なんですけれども、そういう方々以外のですね、自民党関係者に多くの招待枠っていうのがありまして、例えば自民党の、議員の方だったりとか党関係者が、個人的なつながりで、人を呼んで、その人たちが来て、でその中にはその議員の、講演会の方がいたりだったりとか、その議員の地元の方を呼ばれていたりとかして、だからですね、こういう公のイベントを私物化しているんではないかっていうところで一つ問題が上がっております。で、2番目のですね、参加者支出額の増加、これはですね、
2010年、約10年前は、参加者というのは約1万人でした。ただ去年あった2019年は 1.8 万人、1万8000人もの方が参加しております。まあ、参加者がですね、単純に 1.8 倍増えていますので、それに対する予算、もともとですね、1766万円というのが計上されていましたけれども、実際の支出額、5518万円、予算の約3倍の金額かかっております。これですね、やっぱりまあ人数が増えたことと、まあ、規模が増えたことっていうので、これだけの予算を、食ってしまっているということですね。まあ、それが、税金の私物化だっていう、特にですね、この党関係者多く招待枠があるので、自民党が、講演会とか支援者に対しての票を取りに行っているということを税金でやっているというのが問題視されています。で、3番目、招待者名簿と公文書の管理、これがずさんだということなんですけれども、まずですね、公文書っていうのは公の書類ですね。これは大体まあ5年、もしくはその10年とかですね、ものによって、何年間は保存しておかないといけないっていう期間が決まっております。ただ、これですね、その野党議員が国会で、質問をしますということを、まあ、事前に通知をしますと。で、そうするとですね、そのまあ1時間後って言われてるんですけれども、この招待者名簿がシュレッダーにかけられるというですね、えっていう、あの、出来事が起こるんですよ。で、今ですね、もう名簿って、まあ、普通 Excel とか表計算ソフトで作るじゃないですか。で、そのデータを、元の、あの、電子データがあるんじゃないですかっていうものに、質問に対しても、もう消してしまってて、出すことができないと聞いてますという答弁をされていてですね、もう本当に情報の隠蔽、そういうことが問題視されているというのがこの3番ですね。で、4番目ですね、反社との関係、これ、菅官房長官が、反社勢力のメンバーと、記念写真を、記念撮影をしているところの写真がネットに出回っていると。で、これ、あの、反社の問題に関しては、まあ、これ、実際あったのは去年の2019年の4月なんですけれども、去年の、6月か7月だったかと思うんですけれども、吉本興業が、反社勢力の参加している、パーティーに、そのパーティーに参加して直営業しているというので、問題になってましたけれども、これもですね、反社勢力のメンバーが参加して、記念撮影を撮っていたということが問題視になっております。で、まあ、NHK から国民を守る党もですね、常に言っているのが、この反社勢力っていうのが、NHK の集金業務をしている会社に潜り込んでいて、それに対して何も規制もしてないし指導もしてないということで、国党から NHK に対しての問題提起というのもしてるんですけれども、まあ、こういうのも対応されてないんですけれども、じゃあなんでこれが問題なのかっていうと、これがですね、まず、一番目にちょっと関わってくるんですけれども、本来この会の目的っていうのは、各会の、功労功績のあった方々を慰問する、慰労するっていうことですよね。で、じゃあなんで反社勢力がこういうところに呼ばれているのかっていうと、まずここなんですよね。自民党関係者が多くの招待枠を持っていて、そこの招待された地元の、支援者だったりとかっていう人たちの中にこういう人がいたんじゃないかっていう話で、そもそもが反社の方、人がメンバーが、参加するっていうこと自体もおかしいし、その自民党の関係者に招待枠で副主席が来たっていうのもおかしいということを、言われております。もう本当ね、その通りだと思うんですけれども、まあ、そういう形でですね、まあ、ちょっとまとめますとですね、はい、まず、まあ、税金で行われている桜を見る会という、総理大臣主催の会が、自民党、まあ、党関係者によって、私物化されているということで、あとですね、あの、招待者名簿を、シュレッダーにかけたりとか、各個の、保存義務がある、書類を破棄したりしているということで、あの、もう本当に隠蔽体質ですよね。これ政府と、行政の、これが問題だということ。あとですね、その反社のメンバーを、招待することから、まあ、分かるですね、そのずさんな、招待基準、もうこの
どういう人を招待しましたっていうのをですね、基準明らかにしてないんですよ。そこもやっぱり問題だっていうことです。まあ、そういうことですね、知識等でまず知っておいていただければ、まあ、もちろんですね、この問題も、大切な、問題なんです。まあ、掛け問題とか盛りかけ問題とかもですね、まずはその政府の隠蔽体質、あとは、行政の、政府に対して忖度をするっていう、そういう姿勢が、もう、すべての問題の根源にあると私は思っておりますし、そういうところをですね、まあ、一気に変えるっていうのはなかなか難しいとは思うんですけれども、少しでも声を上げていって、改善をしていく、外から圧力をかけるっていうことをしなければ今の日本は良くならないと思っております。で、まあ、そういうのをですね、まあ、面白おかしく笑いながら話題にしていくっていうのが、まあ、NHK から国民を守ると、立花隆だと思っていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、ぜひ、4月の11日、参加してみてください。ちなみにですね、4月の、翌12日はですね、鹿児島市議会議員選挙の、告示日となっておりますので、いやー、これ、立花党首が参加するとですね、12日来てくれる、鹿児島来てくれるのかなっていうのをですね、すごくですね、ちょっと心配している今日この頃でございます。では以上です。鹿児島市より NHK をぶっ壊す。